200年の時を超え現代によみがえる衝撃、日本上陸。逃げろ。人間社会をモンスターの手から守ってきたグリム一族。止まらないとお前を撃つぞ。刑務所は嫌だ。女王の私に逆らおうなんて思わないことね。グリム童話とは実在するモンスターたちとの戦いの記録だった。公園で犯行現場を見つけた。世界各地の童話伝説をもとにした衝撃の新感覚ダークアクション、グリム。深い森に囲まれたオレゴン州ポートランド。ハイカーからひどいものがあると連絡があってね。何事かと思ったらあれがあったんだ。頻発する凄惨な事件を追う殺人課の刑事ニック・ブルクハルト。一月前の事件も洗い直した方がいいな。おっと。勤務中不思議な現象を見てしまうニック。そんな彼を叔母のマリーが唐突に訪ねてくる。いつここに？私が帰る前よ。突然悪いわね。元気だった？私の命はあと数ヶ月か、あるいは数日か。あなたに言っておくことがある。何でもっと早く。よく聞いて。何か見たことはない？不可解なものを。やっぱり思っていたより早かったようね。一体何のこと？一族の災いがあなたに引き継がれたの。え？大変だわ。見つかった。誰に？ハルだ。モンスターの襲撃で渋滞に陥ってしまったマリーから聞かされたのは、他の人には見えないものを見る力がある。グリム一族の秘密。彼らが我を失った時、彼らの本当の姿が見えるの。あなたはグリム一族の末裔。あなたに伝えるべきことは全てトレーラーにあるわ。あなたの知らない真実がね。両親の死の原因も。用心するのよ。強くなりなさい。私と物を守って。ブルクハルトさん、今日はこのくらいに。叔母の、そして一族の意志を受け継ぐニック。1895年6月、キッズビュールアルプスでの記録。ここ数日ヤギに似た魔物を追い観察している。正体が分かった。ティーゲフォルクだ。青ひげとも呼ばれる。連続猟奇殺人に隠されたグリム童話の真実。モンスターハントの宿命を受けた捜査官の孤独な戦いが今始まる。捨てろ。殺さなくちゃ。分かってないのね。セリーナとカミラの殺害容疑で逮捕する。助けてお願い。何があった？下校途中の少女が行方不明に、祖父の家に向かってた。ニック、リュックを見つけた。この辺りでさらわれたのか。足跡を探せ。こっちに向かってる。ハンク、犯人だ。少女誘拐の犯人に思われた正体不明のモンロー。彼が口にしたのは思いもかけないことだった。落ち着け。ちょっと試しただけだって。ビールでも飲もう。窓はあんたが弁償してくれ。初めてお目にかかったよ。
グリム、いいか、面倒はごめんだ。俺はもう殺しはやってないし、ブルットバットじゃない。なんて言ったんだ。ブルットバット、あんたの先祖が本に書いたせいで大きな悪い狼として知られてる。あの本は知ってるのか。みんな知ってるさ。グリムが200年前に俺たちのことを書き始めた。だが見ての通り俺は華奢だし、悪いこととはおさらばした。少女を探しに来たんだ。俺は劣気とした時計技師だし、少女を誘拐しない。さっきの裏庭のあれ、マーキングじゃないのか。必要だからやってるんだ。近くに他の奴がいるからだ。俺は警官だ。犯人を知ってるなら話すんだ。今すぐ。脅かさないでくれ。さっさと言え。刑事であることの使命と、グリムの血を引く者としての宿命。怖がらないで。気に入った？君の部屋だ。お家に帰りたい。ここがお家だ。川の向こうに男の家がある。行く前にまずこれを使え。おい、何してる。匂いを消してる。鹿でも狩るのか。行くぞ。果たして少女を助け出すことはできるのか。人間社会に潜むモンスターの影から、人々を救うため数々の事件に立ち向かう。伏せろ。俺がやるべきことが何であろうとやるよ。お前、得体の知れない種族に狙われるグリム家末裔の運命とは。死んだか。いいえ、彼がいた。それは残念。次は仕留める。シェイドさん。脈々と続くグリムとモンスターたちの戦いの歴史。お前、理解できないことばかりだ。おばさんがいなくなったら俺はどうすればいい。自分を信じるの。たくさん見たよ。もっと見るわ。悪い魔物を狩るの。祖先がやってきたように、刑事になったのも運命よ。備わった能力を使わなきゃ。私たちを狙う専門の組織がある。俺たちを狙う。他にもグリムが。でもつながりはない。俺が見た魔物はどれぐらいの種類がいるの。私も全ては知らない。君を追ってきたのは何だったと。わからない。これはおとぎ話などではない、恐ろしい実話なのだ。グリムだろ。俺を殺す気だ。